いろんなことをやりながら29歳の時に無テカ流で選挙に出ましたその時以来私の志はある意味変わってないんですずっとやりたいと思ってきたことは政治改革家です29歳で無手活流でバッジを目指すこと自体がこれは政治改革だったと思いましたお金はありません誰も応援してくれる人がいませんですから 毎朝、毎朝、街頭に立つということを繰り返しました。毎朝では足りないから、1日13時間、マイクを持って喋り続けるという荒行もやりました。外線車が買えないから、自分とハンドマイク持って歩きながら喋りました。自分のように何にも背景がないものでもし、真剣に有権者の皆さんに訴えれば、当選して仕事ができるということを実感することができました。これが私のの政治改革家としての 一歩だったというふうに思っています。